はいこんにちはレックセン人講師の矢島です本日は令和2年度の予備試験の本試験のね分析会ということでまあ、私が担当いたしますのはあの刑事訴訟法とね、えー、行政法になりますのでよろしくお願いしますで本日はレジュメがの2部ありましてで一つがあのまあレックの方がねまあ、作ったあそのものとあともう1つはあの私の方の講師レジュメがまあ,ありますのでねまあ、この2冊でやっていくということでよろしくお願いしますでまずですね講師レジュメの方をちょっと開けていただきたいんですけれども講師レジュメですね、えー、でこれちょっと1ページのところ なんですけれども、えー、まあ初めにっていうところでまあ遷移ってあるところまあ二行目のところなんですけどあのこの刺したの別冊のものにレックの回答例があのあるんですねでそのレックの回答例っていうのは昨年度またはそれ以前に実施されたあの予備試験にあの実際合格された方がね、えー、作ったあの回答例がまあ載っておりますでまあ一流時で私のこの講師レジュメをねあの使って、えー、今日分析会をやっていこうと思っておりますね、えー、で。 えとね、問題文はあの2つ、あの両方のレジュメに載せて、まあ、あるんですけども、まあ、私の方のレジュメ、ちょっとこちらで講義がしやすいようにですね装飾してますので、こちらのですね講師レジュメを使って、ちょっと問題文確認していきましょう。まあ、2ページのところをご覧ください、えー あで結論から言うとね行政法と係争法を、まあ、今日やりますけど、まあ、結構深い問題でね、まあ、あの試験交差員が司法試験の交差員と予備試験の交差員って結構兼任してる人が多いんですよ、まあ、ちょっと前まであの完全に一致してたんだけど最近、ちょっと司法試験の交差員増員、まあ、した都合でね、まあ、ちょっとずれが出てるんだけど基本的にあの同じ人が結構兼任してるんで、まあ、その都合があってかあの司法試験の問題もともと深い問題があの出ることが多かったんですけどこの予備試験の問題もまあ結構深い問題だと。ちなみにあの係法を油断してねあ,あれ平成15年判例がそのま,ま 出たたと思ったらあの結構違うところがあり,ありますので、ね、判例の事案はあの常習特殊窃盗罪の事案なんだけど今回の、まあ、常習傷害罪から出したところがちょっとポイントでいろいろ意外と深いところが、まあ、ありますので、まあ、そういう話をね順次えしていこうというふうにあの思っておりますさてでまずね行政法からいこうと思うんですが、まあ、2ページのところをご覧ください。 でこのちょっと太,太字とかね河川にしているところはあの私の方があが勝手に、えー、ちょっと今日、抗議しやすいようにねつけさせていただいたということになりますでまずね3ページの方を見ていただいてこれ説問の結論部分なんですけれども本件条項要はあの私の促進プット講座なんかでもあのやってるんですけどあの要は公害防止協定、です公害のねそういった防止の協定みたいなものに関する条項なんですけが、まあ、本件条項に法的拘束力は認められるか、まあ、本件条項の性質を示し 上でねまあ、一般的な知識からすると行政契約の一種と捉える、ね、性質としては行政契約の一種と捉える見解が多いですけど、まあ本件条項の性質を示した上で法の定める開発許可制度との関係を踏まえて、ねまあ、検討しなさいと。 いいうここととととになっっててます、ねえー、てますすねねそれちょ書ききのろは置おあともう一つがね、説問2のところは、あの通知の処分性ですね。まあ、通知って普通、事実行為なも,ものですからね、一般的にはちょっと事案無視して、あの一般的な話するとまあ処分性が否定されやすいものなんですけども、まあ、それに関して、今回ね、B の立場っていうことで、要はあの、まあ、原告側の立場でね、えー、こう最終的に、こう、 立論していくようななことになるんで、まあ、処分性が認められにくいテーマに関してなんとかこう反論を踏まえて、ね、処分性を肯定される方向でまあ立論するような問題だとちなみに、えー、最近の予備試験の傾向からいたしますと昨年度のまあ予備試験であの行政法はです、ね、あの原告定額の分野から出てたんですけれども、まあ、経過の利益という,ふうところからちょっとあの出てたんですよ。 原告的閣が一般的には肯定されにくい分野のあの話だというに言われてるんだけど、やっぱそれを原告の立場の方からこう立論させるっていうことなんで、まあ最近の傾向としてはね、なんか一般的に考えるとなんか難しいことを何とかね、基本知識なんかを踏まえてね、えー、立論させるような問題を頭を使わせる問題がね、最近多くなってるなっていう感じがしますね。まそういう点ではなんか司法試験とすごくま似ていると、頭をね、使わせようとするっていう点ではまあ予備試験と司法試験が非常に似てるんじゃないかなっていうには思われます。とでちょっとね、まず質、えー、問1の方。 え見ていきますと、えー、この本件上項に法的拘束力ってなってるんですけどちょっと14ページに、ね、基本実績をつけてあるんで、ちょっとそこを確認しますね、これぐらい頭に入ってないとちょっと困っちゃうなって話なんで、14ページのところを見てください、でこれですね、協定ね、公害防止協定なんだけど、これ、1個目のブロックのところだけ、今だけ押さえておいてもらえれば、まあ、なんと現場思考でいけると思うんですよ、でこれちょっと見ていくとね、矢印のところです、えーまあ、事業者と地方公共団体との間で、生活環境の悪化を防止するための取り決めをね、まあ、公,公害防止協定っていうふうにまあ言うんですよと。 まあ、でこ,のこのような協定の法的性質はですね、まあ、いろんな見解があるんですけど、1つは、ね、その当事者の合意に基づく、だからちゃんと任意の合意があるかどうかっていうのがやっぱその有効性判断するときに、ね、あのポイントになるんだけど、今回、問題もいろいろ見て、ね、その任意に合意しているかどうかってことを結構、関係するような事情があるんで、そこをうまく拾えたかなんだと思うんですけど、まあ、そういった形で、えー、協定の法的性質を当事者の合意に。 基づくまあ契約と介するとね、まあ、一般的な見解なんですけど、えー、これも行政契約の一種になるんですよとでこういった公害防止協定は強行法規である廃棄物処理法などの要はね処分の根拠法令の趣旨目的を没却するようなね、えー、内容であれば、まあ、これ効力否定されると要はあの処分の根拠法令に基づいて、まあ、何か行政庁の方が個人に指示に対してね、まあ、処分をしようとしたときに、まあ、それが根拠法令上難しいっていうときにその根拠法令の趣旨なんかを逸脱するね手段として行政契約っていうのがの利用され される時があるんででですすけどそれを許さななないという趣旨なんんよねなんで、まあ、この辺のところでですね、まあ、協定の効力をどういう面で見るかといったら本当に大ざっぱに言うとその合意の任意性というところとその大元の処分の根拠の趣旨目的を逸脱していないかどうかというところが2点ねこれが一番重要なポイントになってくるんですって話になりますねじゃあそういう目でちょっとですね問題文のポイントを確認いたしましょう2ページのところ行ってください方師レジュメの2ページのところなんですがまずですね2ページの一番上で 1>, 1行目、A 氏では A 氏開発事業の手続き及び基準に関するまあ条例が定められているとでその条例というのは,ではこの都市計画法って司、ね、法試,試験とか予備試験大好きなやつね特に司法試,試験なんかしょっちゅう出てるのこの処分の根拠法令で、ね、都市計画法ってよく出るんですよ、まあ、いろんなあの行政行為が入ってるからねあの用途地域の指定とか、ね、<laughs> いろいろあるんですけど今回は、ね、この都市計画法の中でもその29条の,、ね、開発行為あの開発許可が出てきましたね開発行為の,その許可の開発許可というのが出てきてますというわけで 2行目ね、ね、まあ、条例においては都市計画法29条1項に基づく開発許可が必要な開発事業を行おうとする、まあ、事業者はここねあの、処分の根拠法令には書いてないのにその、まあ、市の方で条例設けて3行目、開発許可の申請に先立って市長と事前協議をしないといけないということで大元の都市計画法実態にはないようなことを条例でこう定めてちょっとこう処分の要件を重く事実上重くしちゃってるんですよね。 というわけで開発許可の申請に先立って市長と事前協議をしないといけないですよとで4行目のとことですがまた、まあ、開発事業の内容等について、えー、周辺住民に対して説明会を開催するなどの、まあ、措置を講ずることとされているとなお書きのところですが A 市長は地方地方自治法上の中核市のま長として法29条の開発許可に関し、まあ、都道府県知事と同じ権限を持っているんですよとでまたこれらの条例の規定は法の委任に基づくものではない。 というところねここ一つ今回の事例処理する時のポイントになると思うんですけど、まあ、これ条例で要はさある意味処分要件開発許可のまあ要件を実際事実上過重しちゃってるじゃないですか、ね、事前のこの協議が必要とかっていう形でねだけど実はそれって大元の処分の根拠法令である都市計画法にはそういう規定がまあないんだって話なんですよねでもそれが適法なんだっていう話になってるんで、まあ、そこをどう考えるかなんですよね、まあ、結局行政法の世界ってのあの法律による行政ですから、まあ、常にこう処分っていうのは、ね、根拠法令に即してまあしなければいけないんですけど 今回はその事前協議のことがですね大元の処分の根拠法令とは直接つながらない条例のところでこう定められているものですからね、まあ、そこのところどう考えるのかというのがちょっと気になるところでありますね。 でこのあと、ね、2段落目のところですけど今回の主人公 B さんです、B さんですね、まあ、とりあえずあの産業廃棄物処理施設を、ね、営んでまあいるということですね、でこのよ次の段落に飛んでいっちゃいますで、次の段落のまた B はっていう段落なんですけどね、い三3段落目ですが、B は第2処分場の設置にかかる開発事業は法の規定に正しいまあ適法であり、ね、たとえ周辺住民の同意がなくても A 市長が開発許可を拒否することはできないと考え、まあ、確かにあの大元の都市計画法には別になんか地元住民の周辺 住民の同意とかがね、許可要件になってるわけじゃないと。あとついでに言えば別に事前協議とかそういうものも大元の処分の根拠法令では許可あの処分要件にしてないからね。まあ、本来的にはその法律レベルで見たときにはね、処分の根拠法令レベルで見たときにはまあ、別にそんなことしなくても許可もらえるはずなんですよ。他に要件満たしてればね。まあ、そういう状況でもう一回ね、B は。 っていう段落落ですけど3段落目ね B は第2処分場の設置にかかる開発事業は法の規定に照らし適法であり、ね、た、えと、ーまあ、え周辺住民の同意がなくても A 市長が開発許可を拒否することはできないとまあ考えと、まあ、法律による行政からしたらまあそうなんでしょうね。えー、で考えて A 市長に対し、まあ、事前協議を開始するよう改めてまあ申し入れたとでそこで A 市長はまあ条例による手続きを進め B に対して開発許可を与えることにしたとさすがにやっぱ処分の根拠法令からしたら その法にないようなことをやっぱ強制的に本人が嫌だって言ってんのに押し付けちゃったらさすがにまずいと思ったんでしょうねそこであの開発効果をとりあえずこうね与えることにしたんですがただ一方でねやっぱ周辺住民からの反対そこも無視できないって話になってくんですよだからそこで、えー、その市長としてはもう苦肉の策でねじゃあよし今回はじゃあ 公害防止協定要はあの例の、ね、行政契約の一種である、えー、うまくその公害防止協定を使ってですねなんとかうまい具合にやっていこうっていう話になってくるわけですね。でそこであのほらそれが根拠法令の趣旨に逸脱するようなことになっちゃうとやっぱその効力、まあ、認められないからさっきみたいにその任意のじゃ合意があるのか B が本当に任意でねそれを承諾したのかどうかって話と、まあ、その処分の根拠法令の趣旨目的をまあ読み解いてですね、えー、今回のその協定の中身ですね、まあとで問題となる条項が出てくるんですが、まあ、その条項の中身を、ね、根拠法令の趣旨目的の逸脱があるか どうかっていうかい観点から見ていけば基本的に現場思考的にはそれあの、まあ、合格筋の回答が書けるはずなんですよ。まあ、細かい話をすればねいろいろその公害防止協定が有効と揺れるうための要件っていうのは細かい話をするとまあ実はいろいろあるんですけど一応あのこれぐらいのことだったら現場で思いついてねなんとか書けるんじゃないかなっていうふうに思うんで、まあ、今日はの分析会なんでなんか理屈をまあ詰めたようなあの話ではなくてね、まあ、一応基本知識から,からこの問題見て現場でこれぐらいのことは書けるんじゃないですかっていうねそういう話を今日は分析会なんでしていこうと思っております。 じゃあ一応、ねちょっと中身続きを読んでいきますと今のね3段落目の B はっていうところのまあ4行目まあ開発許可をまあ与えることにしましたよとでその一方で A 氏は周辺住民の強力な反対を考慮し B との間ではいこれです開発協定、ねまあ要は公害防止協定みたいなものですけどまあ開発協定を締結しでその協定においてははいこれ今回、あとで問題になってくる条項の中身なんですが B が行う廃棄物処理事業にかかる開発事業については今回の開発区域内の土地及び規模に限るものとして で今後一切の例外を認めないっていう条項ね。だこれおそらくまあ市長としてはまあ今回まあ確かに周辺住民第二処分場あ第二処分場の設置に関してまあ周辺住民は反対してるんだけど処分の根拠法令を見たときにちょっとそれをもう。 許可をこうしななないいいわけににはいかんんだって話になってて話くるんですよでそこで根拠法令上はまあその許可しないわけにはいかないんだけど一方で周辺住民のまあ反対運動も無視できないからそこで公害防止協定っていうのを利用してね、まあ、うまい具合に利益を調和させようとはしたんだって話になってくるんですよね。でそういうい中で えー、このね次のね条項の中身は、とにかく今後一切の例外を認めないだから今回限りですよって趣旨ですよ、簡単に言えばね。もう今回は特別許すけど、今後、その市内でね、この A 市内でもう、さらにじゃ別の処分場を作るってことは許,さ許しませんからっていうふうに言っておけばさ、一応、周辺住民もね、もう一応、必要があって今回処分場は作るんですけど、まあ、今回だけでもう、絶対最後にしますからって言っておけばさ、まあ、そこでなんとか住民が、ね、納得する可能性が出てくるから、まあ、そんな感じでうまい具合に、ね、調和しようとしたんじゃないかなってことが推測されますね。 その B はっていう三段落目のところの下から3行目、まそれ本件条項というが定められたで B はえでこれほらあの任意性の要件、合意の任意性の要件のあたりに使いますからあのね公害防止協定の有効性、大雑把に言うとさ合意が任意によるものかって話と処分の根拠例の趣旨目的に逸脱しないかって話で見ていくじゃないですかでそこでここがあの合意の任意性そこの判断に使えると思います。だけど読んでいくとねえ今の三段落目の下から。 四行目五行目あたりかな B は本件条項を含む開発許可の締結にははい当初難色。でこれ基本任意性否定する方向に働く事情ですよねだけど、えー、周辺住民との関係を改善する必要ん だっていうことを、まあ、考えまして、必要であると考えて、まあ、協定の締結に同意したと、で、この,辺のところで任意性があるかなんだけどね。まあ、当初の暗色示したとか、確かに、こう、任意性否定する方向なんだけど、でも、自分は自分で、やっぱ、その周辺住民との関係、何とかしなきゃいけないっていう。ところをね、思って、まあ、同意してるっていうふに、あの、思うんであれば。まあ、これは、あの、その任意性を肯定する形でね、まあ、いけるんじゃないかっていうふうに思いますね。一応確認していきますと、まあ、仮に、その、公害防止協定の、ですね、効力要件として。本当に大雑把な話して、まあ、任意の合意であるっていうことと、処分の根拠、趣旨目的に逸脱しないんだっていうね、まあ、二つの観点から。 考えていくんだったら、まあこの辺のところからその合意のまあ任意性ね。まあ要は一個目の要件のところが充足できるんだって形で、まあ認定できるんじゃないかなというふうに思いますね。さて、じゃあ今度次です。えー 次の段落のところに行きまして令和2年になりでいよいよその次の処分場を作ろうとするんだけどやっぱ今回みたいな条項がありますので <laughs> もう作れないはずなんですよなんでそういう話に持ってきます令和2年になりという段落で、まあ、第2処分場がその容量の限界に達したため B はさらに新たな産業廃棄物処,分処理施設、ね、第3処分場を設置することを計画しましたとで第3処分場を設置するための、ね、土地の区画形質の変更もまあ条例でいう、ね、開発事業にまあ該当するという。 いうことになりますねでそうすると B はね A 市長に対し条例4条に基づくまあ事前協議ね、まあ、処分の根拠法令都市計画法上は別に開発行為の許可を受けるのに事前協議は別にいらないんだけど、まあ、今回ね、ね条例でその事前の協議が義務付けられておりますので、まあ、その条例に従って、ね、開発許可を受ける前提として、まあ、とりあえず条例によりですねその 協議をまあ申し入れたとだけどあの市長の方はこのあと次、えー、ほら本件上項によりさっき俺も約束したじゃないですかもう今回限り第2処分場を許した段階でもうこれ今回最後だからねって話でやってるから <laughs> そうなってくると今回第3処分場を作ることに関してはやっぱこれ書いてある通りね本件上項により第3処,処分場の設置にかかる開発事業についての協議をまあ受けることができないんだっていう通知をね、まあ、することになってきますよねでこれ後であとで質問2であの処分性聞かれますから、まあ、基本的には処分性っていうのはさあのまあ判例の定義によりますとね、まあ 権力の、ねえー、行為であって、まあ、それがね、えー、直接国民の権利義務を形成したりその範囲を確定することが法律上認められてるものだってことになるんですけど、まあ、一個一個その要素をまあ検討した上で,で特にその法律上認められてるものっていうところで今回はそのあの処分の根拠法令と直接つながってないさその条例のところがスタートにでこれでその後しかも公害防止協定っていう形で、えー、こう条項ができてきてさでその条項に基づく通知になっちゃってるから特にこれが法律に基づくものといえるのかっていう点で一般的にはその処分性がですね肯定されるのが非常に難しい 事案なんですよだけど先ほど言った通りね説問にはあのその原告側の立場 B の立場でまあ立論していかなきゃいけないのでこういう難しいことをさせようとしてるのねでちょっと話繰り返し続きになりますけど昨年の予備試験だからこんな感じの問題だったんですよ警官の履歴みたいな感じで一般的にはその原告企画が肯定しづらいあの分野のところからの出題だったんだけどそれを原告の立場の方でまあ立論させるってことなんで、まあ、結構難しいことをね最近やらせるって話なんですよね、まあ、要は頭使ってくださいって話なんですよね既存の知識をそのままぺったり貼り付けてねそのまま終わりにするっていうよりは とね、基本知識を生まれて、まあ、きちんと自分の考えをね、えー、だ示してくださいっていうそういう趣旨でのこういう問題が出てるんじゃないかと思うんですけど、まあ、あのこれが最近のまあ傾向でありますねちなみに司法試,試験ってのは大体こんな感じの傾向なんだけどね、まあ、予備試験の傾向と司法試験の傾向がなんか似てるきているような感じがしますね頭を使わせようとする点ではなんか共通してるんじゃないかなというふうに思います。 さてでそんな中で、ですねえこの下から2つ目の段落、B はというところですが、下から4行目ですね、2ページの、B は本件上項の法的拘束力にまあ疑問を抱いており、ねここはさっきのね、協定の適法要件立ててね、大雑把に言えばだからさっきの任意の合意とさ、根拠法令の趣旨目的に逸脱しないかどうかっていうあの角度からね、攻めていけばいいんじゃないかと思うんだけど、本件上項の法的拘束力に疑問を抱いており、また本件上項を前提とした A 市長の対応に不満があることから、本件通知の取り消し訴訟をまあ提起するんですよって話ですね。 で以上、前提にあの、まあ、質問に答えなさいとであの、この次のページ、3ページに、まあ、質問さっき、まあ、確認したんでね、えー、ちょっと今、パスしますけど、その後の4ページ以下のところであの資料が、ね、くっついていて、まあ、関係法令、えー、出てますから、まあ、これちょっと参考にね、えー、実際には処理をしていくことになってきます。ただこれ、残念ながら今日1時間でね、あの行政法と係争法を両方やらないといけないので、まあ、ちょっとこういう詳細なところはね、まあ、あの今回ちょっとできませんので、えー、6ページの方行っちゃいましょう、えー、合格点を獲得するためのポイントっていう話になってきます。 でえー、まず、ねえー、6ページの質問1の1個目のブロックのところなんですが、まあ、1個しかブロックないんですけど本件上項の法的拘束力の検討のポイントですがレックの回答例あの別冊のほうに、ね、レックの回答例があるんですけどその第1の1において本件上項の法的性質は行政契約であるという点や本件上項に法的拘束力が認められるための要件として一ないし丸4、このないしというのは法律用語で何々から何々までという意味だから二丸三丸という話になるんですけど、まあレックの回答例ではあの4つ要件立てて おりますねで次のうですがこの要件に関しましては、まあ、文献によって多少の、まあ、違いはあるんですが、まあ、今回はレックの回答例にある通りの要件を前提に合格点を獲得するにはどの程度のことをどこまで書ければいいのかという観点からちょっととお話をしていいこうと思いますちなみにこの中のところなんですけが、まあ、皆さんおなじみの「判例百選」のですね1巻の97事件にはやっぱ 4, つ4つ要件がね書かれてるんですよ。こういった 公害防止協定に法的拘束力が認められるための要件として、まあ、4つのまあ要件が書かれているんですけどちょっとレックの回答例とは内容が違ってましたけどね、まあ、ここはなんかいろんな考え方があるんだって話になってきますねでこのハンリー百選の解説にはねあの例えばこの中のとこで、えー、中の2行目の終わりから3行目のとこなんですけどやっぱこの書き方がねうまいなと思うんですけど基本的にはってなってるでしょでその後丸一丸二丸三丸四っていうのがあってで下から3行目の終わりの方 ななななどなどみみたたいい感感じじででさととううだから要は一例に過ぎないんだって話なんですよだからこのなんか示された要件が絶対的なものだって考えて常にこれでしか処理ができないってなっちゃうとそれって何にも考えてない証拠になっちゃうからねで最近の試験っていうのはそういうの嫌うんですよ司法試験でも予備試験でもね頭使わせようとするからそもそもこの事案でこういう要件が妥当するのかどうかってことをちゃんと頭念頭にして、えー、その事案に適した規案を立てていかないといけないんでね予備試験でも司法試験でもね、まあ、そんな感じで、まあ、一つの、まあえー、例なんだってことで頭をとにかくねあ ここでで言言言いたい趣旨っていいいいいいたた旨とののは頭を柔らかかかくししてて今後、まあ、勉強なななけそれを言いたいんですよ簡単に言えばね何でもかんでも覚えたことがそのままあの使えるわけではなくてもともとその覚えたことに関してはその例えば要件とか規範とかっていうのは趣旨があるでしょそのやっぱ趣旨に合った事案にしか使えないわけでさ、まあ、それ丸暗記しても常にどんな事案にでも使えるわけではないので、まあ、そういうところからね趣旨考えて、まあ、あの事案に即した、まあ、法規案立ててその趣旨に即した当てはめをしていくようにしていかないといけないのかなってただそれが言いたかっただけです。 serious stuff. さて、で、7ページのところですが、で、このあとね、もう私が先にベラ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 べら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 もゃっちゃったことの繰り返しになるんですけど、まあ一応追,追っていきましょうか、7ページのまず1個目のブロックで、まず限られた試験時間と紙面の中でね、答案用紙限られてますから、えー、まあ回答例にある、その要件、丸一1ないしのすべてに言及することは、まあ難しいでしょうとで、そこで答案に書くべき要件に絞り込みをまあかけてまあいきますと、で、3行目のところですが、まず本件上項の法的性質を行政契約として契約の一種であるとまあ考えた以上はね、まあ、回答例にある 丸二の、任意の合意で、ほらさっきさ、ポイント、事実関係のところで、やっぱさ、任意性合意の任意性判断できるような事情がさ、マイナス要素とプラス要素、両方あったから、やっぱこれ大事なんですよ、本件の事案ではね。というわけで、 任意の合意があるかはまあ重要な要件でありますよとまた行政契約は公権力側が法律による行政の原理の抜け道として、まあ、処分の根拠法令によらずね、まあ、個人に対して義務を課す危険性があるものと言えるためで今回まさにあのそんな感じなんですよ事実関係見てるとね、えー、なんで、まあ、その危険性があるものと言えるため、まあ、処分の根拠法令の趣旨目的に反する内容のものは拘束力を否定すべきとまあ考えられますと、まあ、こうした観点から回答例にある丸3、えー、義務についての定め,定める法令の趣旨に適合することでこれちょっとか言葉硬いなと思うんで 私の言葉に書き換えたのが格好書きの中ですね要は処分の根拠の趣旨目的をねぼ却するものでないこととか、まあ、そんな感じのちょっと柔らかい言葉に、まあ、自分の理解を踏まえて書き直してもらえればいいんじゃないかというふうに思いますね、まあ、そういう意味でもだから要件丸暗記してもだめなんですよねちゃんと自分の言葉であの柔らかくねあの書けるようにしておいてほしいなというふうに思いますでこのあと続きなんですが2個目のブロックですね7ページの2個目のブロックで まあ以上は本問の事案を無視したまあ一般的な話なんでありますが結局でもね問題文の事実関係あのこれから分析していくと結局さっぱ先ほどの2の,あの任意の合意っていう要件と3のね処分の根拠論の主旨目的没却するものでないこと逸脱するものでないことっていうのが大事なんだって話が分かってくるんですよ結果的にね。で例えばですが2個目のブロックの2行目まあ例えば任意の合意があるかを検討する場合問題文に B は本件条項を含む開発協定の締結には当初難色を示したが周辺住民との関係を改善する 改善することも必要であると考えね、ねそれであの協定締結に今、同意してますということですね。で次の じゃあ今回じゃあこれどうこの事実関係をね法的に評価するかっていったら上記の事実関係からすると B の任意の同意を否定する事情としてはやっぱ B が当初その難色をねその協定締結に対してまあ難色を示していたっていうことこれは任意性を否定する方向にまあ使えますとで一方で最終的には、ね、B 自ら周辺住民との関係を改善することも必要であると考えてね、まあ、協定締結にまあ同意したっていうところがありますのでおそ、まあ、らくこれは私の個人的な感想ですけど、まあ、当初難色っていう反対事情 があるものの、おそらく任意性をねまあ肯定できるんじゃないかというふうに思うんですけど、まあ皆さんの方はいかがでしょうか？って話ですね。ま、自分で頭考えないといけないからね。論文試験というのはね。私は任意性あるんじゃないかなと思うんですけどね。あとは皆さんにお任せしますから。さてで今度次ですね。8ページの方行きまして、今度あの根拠法令の趣旨目的のとの関係なんですけどここは結構ね。あの掘り下げていかないといけないと思うんでね。大変だと思うんですが、8ページのところになります。 また例えば、まあ、義務について定める法令の趣旨に適合するかでは処分の根拠の趣旨目的を仏閣しないか逸脱しないかという話なんですけども、まあそれを検討する場合2行目本文の条例は処分、ね、要は開発行為の許可の根拠法令たる都市計画法やその委員を受けて制定された規則ではないともっとも条例1条本文の、ね、条例 A 氏の条例ですけど条例1条によるとこの条例は開発事業の計画にかかる事前協議などの手続きや都市計画法の規定に基づく開発許可の基準 その他開発に必要な事項を定めることにより良好な都市環境の保全、うん、形成を図りも、ね、って秩序ある調和の取れたまちづくりに寄与することを目的とするものなんて書いてありますので、まあ、こういった方からいたしますとこのあと1000引いたるところです本文の条例は処分の根拠法令である都市計画法に適合するものとして同法と一体をなすものと。 まあ理解することはいかがでしょうかって話ですねでこうした理解はですねまあ本当はあは都市計画法の目的規定見てでおそらくあのそうこういう目的ってあるんですよ都市計画法ってねだけど今回それついてなかったんでちょっと想像の域っていうかまあ要はの司法試験とかの過去問やってると都市,都市計画法を散々何回も見てるから過去問分析してるとね <laughs> なんであのまあ大体こういう法律だったのは実は知ってるんですけどね、えー、でもここれ本当はあの,まあこの試験 一問をね、えー、この問題で完結しないといけないから本当はこれがね、まあ、あの都市計画法の目的規定があればよかったんだけどそれがちょっとないんでねちょっとここ想像でやっちゃってるところが弱いかなって話になってるんですよただ現場思考としてはこういう考え方もありうるんじゃないかなっていう思うんですよね。まあ、今回の条例事前協議等をまあ定める ような、まあ、こういった、ねえー、根拠法令大元にないようなこといろいろ書かれてはいるんですけどね、まあ、大元の都市計画法と同じような趣旨なんで、まあ、今回の条例直接的には根拠法令である都市計画法とのつながりはないんですけども、まあ、これ実は一体のものとしてまあ見られるんじゃないかなって話話、まあ、ある意味ちょっと言葉に語弊があるかもしれませんけど今回の条例っていうのはその都市計画法の内容をまあ具体化するようなもとで結局まあ都市計画法の趣旨を表しているだけに過ぎないんだとだから結局条例に基づいて何かあの行政行為をした場合それって結局大元の都市計画法によってもう処分を行政行為を 行政行為をしているのと同じように扱われるんじゃないかなっていうね、まあそういうようなあのイメージなんですよね。まあ実はあのこういうのってあの司法試験の過去問をやってると慣れてくるんですよ。あのよく要項とか通達とかそういう処分の根拠例にないようなことをですね根拠にまあいろいろ行政行為しようとあのするんですけど、そういう時にねじゃその規則等にそういうね大元の法律ではないようなルールに従ってされた処分が適応といるかどうかってことをどうやって考えるかというと、そのルールの内容をまあまず見て、それが処分の根拠例と合ってるかどうかってところを見ていくんですよ。で仮にそれが合ってるんだってことになったら結局。 その内部のルールに従ってした処分っていうのは結構大元の処分の根拠にもついてしてるんだってことになってくるんで、まあそれで法律による行政がね、まあ実現されてるから適法なんだってよくね司法試験の過去問に慣れてるとね、こういう思考方法をしょっちゅうやってるからあ <laughs> のできてくるんですけどね。でそういう発想です。ここのところはね。だから今回条例は別にあの通達とか要項とかそういう内部規則っていうわけではないけど、でもある意味本件に関してはその大元の処分の根拠である都市計画法との直接のつながりがないっていう意味ではね、まあある意味その内部ルールみたいなね、まあ内部ルールというちょっと言葉も,もちろん不正 なんですよ条例でありますからね内部ルールではないんですけどでもまあイメージとしてはまあそんな感じなんじゃないかっていうことでこれは本当にあの過去問慣れですねちゃんとその過去問慣れというのはまあもうちょっとはっきり言えば行政法的な思考方法に慣れてるって話なんですけどちゃんと法律による行政が分かってるかどうかって話なんだけど、まあ、そういうところからいくとこういうふうに分析できるんじゃないかと思います。 でこういった理解を前提といたしますと、今度二段落目のところなんですけども、まあ以上の理解を前提といたしますとね、えー、本件条項が本問の条例に反する内容のものであれば、結局これ本件条項っていうのはさ、処分の根拠法令と一体をなすものと理解できる本問条例に違反するってことになるから、丸三の要件充足しないことなんですよ。故に法的拘束力がまあ否定されるんだって話になってくるんですよね。逆にこの太字のとこですが、一方本件条項が本問条例にまあ適合するんだっていうことになれば、ほらこの上項って結局さ、まあ条例に基づく えー、条,条例をもともと根拠にしているものだって考えてますから、まあ、結局、このお条項がね条例に適合するっていうのは、イコールほら今、一体のものとして見たんでしょ、処分の根拠法令の都市計画法と条例が一体のものになったから、これがまあ適法だってことになれば、当然ね、えー、その根拠法令にもまあ適合して、要件、えー、丸三ね、えー、もう充足することになると、要は処分の根拠の趣旨目的を逸脱しないんだって話になってくるんだって話なんですよ。なんで、ここはなんか覚えてもしょうがないところで、現場で考えないといけないのね。まあ、とにかく今回のののポイントっていうのはそのまあ おそらく本件条項っていうのは多分こうもともとその条例のところから発展してそれがあその調和を図るって観点からねより具体化されてこう出てきたんだと思うんですけどそこをなんとかね根拠法令との関係で要はその えー、協定にね、法的拘束力があるかということを判断する要件の一つとして。処分の根拠法令の趣旨に合ってるかどうかってことに着眼する以上は。やっぱ、その、ね、大元、その根拠法令ではない条項と法律を結びつけないとさ。その要件のがために使えないじゃないですか。だから、その要件を使えるようにするために。ちょっと事実分析をして、で、それで理屈を、まあ、組み立てたっていうのが、こういう話になってくるんですよね。で、これいかにも現場思考的な話なんですけどね。まあ、これ難しい、あの、行政法にまず慣れてない人って、絶対こういうの難しいと思うんで。まあ、もしね、行政法にまだ慣れてない人は、そんなに気にしなくていいと思います。 そのうち過去問をいろいろやったりとかあと予備試験の受験生でも是非ね思考試,試験の過去問をやった方がいいと思ってるんですけどあの思考力が高まるからねこういうことも考えられるようになるから、まあ、是非やった方がいいんじゃないかっていうのは思うんですけど、まあ、そういうのやってってねだんだん慣れてくると自分なりにいろいろ考えられるようになってくるんじゃないかと思います。 さてで今度、ですねその次の段落で上記の観点からという段落ですが、まあ、上記の観点から本もを具体的に検討してい,いきますとまず処分の根拠法令たる都市計画法に基づく開発行為を円滑に実現するには開発行為に反対する周辺住民に配慮することもま必要だとはい皆さんに問題です、なんでですか、なんで周辺住民に配慮しないといけないんですか開発行為するには。っていうとう 例えばですよ開発行為に反対する周辺住民がさ火炎瓶投げつけてきたりさ鉄パイプでなんか襲いかかってきたりとかするってなっちゃうと結局開発行為できないじゃないですかだから結局開発行為を実現するにはね大元のその処分の根拠法令の開発行為を実現するにはやはりその周辺住民の理解っていうのが必要でであればおそらく処分の根拠法令は周辺住民名分には書いてないけど、まあ、周辺住民のやっぱりその、ね、利益にも配慮するってことをおそらくその根拠法令自体がその処分庁の方に対してねそういうことを考慮する裁量を与えてるんじゃないかなっていうふうに考えていくことができるんじゃないかと。 これもあのもう本当に行政法的な思考方法ね特に司法試験の過去問なんかだとこういう思考をしょっちゅうやってるから <laughs> まあやっぱり慣れなんですよね行政法に慣れてるって話になってきます慣れてない人は難しいと思うんだけどね慣れてる人はあのこういう思考ができると思いますね そしてですね、えー、この次の今のね、上記の観点からっていう段落の、えー、そして、えー、っていうところなんですけど、まあ、産行目のところですね、そして、えー、開発行為の円滑な実現ができるようにするため、法は本文条例1条にあるとおり、まあ、良好な都市環境の保全、形成を図り、もって秩序ある調和の取れたまちづくりに寄与することを目的とした上で、まあ、こうした目的達成のために市長に対し、開発行為の許可をするにあたりね、まあ、開発行為に各種の制約をする、まあ、裁量をまあ付与していると、でこの次の段落、まあ、こうした裁量が市長にあることを踏まえると、まあ、A 氏が周辺住民の の強の力な反対を考慮して B との間で開発協定を締結しその協定において、ね、B が行う産業配給 えー、廃棄物、ね、処理事業にかかる開発事業については今回の開発区域内の土地及び規模に限るものとし今後一切例外を認めないというねそ、えー、の本件条項を設けることも結局大元の処分の根拠法令の趣旨に反しないだろうって話になってくるわけですよなので、まあ、本件条項は本文条例にまあ適合するとで今何,何のためにこれやってるかというとその公害防止協定の法的拘束力が認められるための要件は、まあ、今日は2つの観点からまあ見てますけどその2個目の要件のね、まあ、この協定の内容が要は本件条項の内容がその処分の根拠法令の趣 目的逸脱するかって話なんだけど、こうやって考えていけばまあ逸脱しないっていう結論でね、その要件の当てはめがまあできるんじゃないかなっていうそういう理論ですね。まあこれも本当に行政法的な思考ね、まあ過去問慣れをすると、まあ言えばその予備試験の過去問だけじゃなくて司法試,試験の過去問にも慣れてくるとね、まあだいたいこういう思考があのできるようになってくるんじゃないかなっていう話になってきますね。で、これなんか理屈詰めてるわけじゃなくて、まあ本当に基本知識から問題文だけを見て、まあ素直に考えているんですよ。今日分析会だからね、理屈は詰めません。まあだいたい基本知識があればこれぐらいのことを思いつくんじゃないですかっていう発想でね、あのまああの簡単に やってますんで、まあ、これぐらいのことだったらなんとか現場でね行政法の基本ができてる人だったらいけるんじゃないかなっていうそういうあの、えー、思考方法だと思ってもらえればと思いますね。 で9ページですねで、まとめです、以上踏まえますと、本文では行政契約に法的拘束力が認められるための要件、丸一丸二ないし、丸四の全部をもれなく検討することはせずね、ね時間足なくなっちゃうし、あの深いあのあの当てはめができなくなっちゃうからね、まあ、そこで今見た通りもう要件丸二と丸三だけ、もう最初から立てちゃってね、だから要はこれを丸一丸二る2ってあの番号を振ればいいだけだと思うんだけど、<laughs> まあそうして、えー、であとは事案に即したの検討ね、今みたいな観点からその任意の合意があるかどうかっていうのと、その条項の内容が処分の根拠法の指示、目的と合ってるのかどうか、逸脱してないかどうか。 ってことこを、ねまあ、自分なりにその説明をしていけば、ねまあ、十分その合格とはになるんだって話になってきますね。というわけでまあ今日は理屈を詰めずに、ねまあ、現場思考的な話をしています。まあ、分析会ですので、ね、すいませんがこ,この程度にしておきましょう。さてで今度、ですね処分性あの通知の処分性、ねあのまあ、ちょっと問題文で簡単に確認しておきますと、まあ、2ページのところで。えー 条項の内容をまず確認しておきましょういきなり通知に行っちゃうと分かりづらいんで、えー、2ページのところの、えー、3段落目の B はっていう段落ねあ B はって段落2つあるんでね3段落目になりますで、この B はっていうところちょっともう1回読んでいくとね B は第二処分所の設置に係る開発事業は法の規定に照らし適法でありたとえ周辺住民の同意がなくても A 市が開発許可 許可を、ね、拒否することができないと考えで市長に、ね、事前協議の開始改めて申し入れましたとで市長は条例による手続きを進め B に対して開発許可を与えることにしたで一方で、ねまあ、周辺住民の強力な反対を考慮して、えーまあ、開発協定をまあ締結しでその協定の中に、ね、でこれが今回問題となる条項なんですけど B が行う、えー、廃棄物処理事業上にかかる開発事業については今回の開発区域内の土地及び規模に限るものとして今後一切の例外を認めないこういう条項をね、まあ、公害防止にま 協協定定開発協定でててたってことになりますねでこれさっっき言った通り、まあ、主演住民の反対、まあ、今回だけにえー、もうこの人の許可は今回だけにするから何とか今回だけは許してあげてくださいってね多分そういう趣旨の, <laughs> あの協定なんだと思うんですけど、まあ、とにかく今回限りなんだとで話が進んで今回の通知っていうのはこの条項に反して、まあ、主人公の B さんがまた別の処分場を作りたいんだって話になった時にねそこで事前協議をまあ条例によると事前協議しないと許可を受けられないんで、まあ、許可を受ける前提として事前協議を市長のほうにまあ申し、えー、入れたところをそこで今回の通知が来ます。でその通知 の内容が2ページの下から えー、6行目ぐらいですかね、えー、これ、市長から、ね、あの来たあの通知なんですけど、本件上項により、第三処分場の設置にかかる開発事業についての協議を受けることができないという、ね、通知したんですね、でこれのまあ処分性、でこれ、B の立場からね、まあ、反応を踏まえて B の立場からって話なんで、さっき言ったとり、基本的にはやっぱ通知っていうのは処分性がなかなか認められにくいようなものなんで、そこをなんとかね、現場思考的に、まあ、基本知識多少駆使して、まあ、現場思考的に難しいことを、ね、考えていきましょう、その本来難しいことを実現しましょうってう話になってきますね。でちょっと 時間の都合でね。この点に関してはえっ、ー、とまえ、あ、10ページからちょっと見ていきましょう。10ページのところで。 まず、取材形式を確認します。えー、これ1個目のブロックですね。まあ、本件、通知が取り消し、訴訟の対象となる処分にあたるか否かについて、b の立場に立ってね。で想定される a 氏の反論を踏まえて検討しなさい。2人でメモをつけておきましたけど、まあ死体形式見るとわかりますけどね。今回の中立的な立場で聞かれてるわけじゃありませんから、気をつけてくださいね。でも、逆にあの設問一はそういう立場の指定がないから、まあ、中立的な立場でね。書けばよかったんだけど、この質問にはもう中立的な立場じゃないんですよ。もう原告が b の立場でね。まあ、本来だったら、なんか最高裁なかなか認めてくれなさそうなね。ような。<laughs> を,をまあ、頑張ってね処分性肯定されるような立論をしていかないといけないって話になってくるんだね。でちゃんとほんで頭使って考える人じゃないとなかなかこうね合格しづらい試験にはなっているのかなっていうのは思います思いますね。単に判例知ってますよってさ、しかも判例の事案もあんまりかあの頭の中分かってないくせにさ判例の結論だけ知ってるとかそんならもう通用しないって話なんですよね。さてで。 二個目のブロックのとこですね、十ページの二個目のブロックのとこですが、まあ、取り消し訴訟の対象となる処分の意義なんですが。まあ、判例の判断枠組みを、ま成立するといいと思いますね。処分制の判断枠組みに関しては、平成三十年度の予備試験の取材のしに、非常に丁寧に、あのそこが書かれてまして。でそれがこの下のところになります、ちょっと抜粋しておきました、えー。まあ中身としては、まあ二行目からいきましょうか。まあ処分制、ええー、ね、行商法三条二項にいう。行政庁の処分、その他公権力の行使に、当たる行為への、該当性の有無の検討を求めるものであると。で、やっぱ処分制ってのはね、この三十九年の、あのゴミ処理場の。 事件ねまあ、次のページにちょっとポイント残してありますけど、まあ、39年のゴミ処理場の事件。 で示された処分性の一般を正しく説明して、えー、で処分性の有無を判定する際の考慮総上げます。考慮総次のページでちょっと説明しますね。でまたあの最高裁の平成20年にですね、えー、これまたあの実効的な権利救済っていう観点をね、その控訴訴訟の入り口開くかどうか処分性肯定するかどうかというところであの着眼している判例があるんだけど、まあこういうところにも着眼できますよって話になってくるんですよ。で39年あのこの20年判例はさこの主材の C 見てと分かる通りさ、まあ実効的な権利救済の観点 から処分と言えるかどうかっていうのを見ていくんだって。これはまあ分かりやすいんだけど、そのゴミ処理場事件の説明がちょっとこれ雑だからそこをちょっと補足しようと思います。で、それが11ページのところになりますね。まあ、39年のゴミ処理場事件のポイントになるんですが。 1>, まあ1個目のブロック見てください、行政法3条2項は、ですね取消訴訟の対象となる処分を行政庁の処分、その他、公権力の行使にあたる行為とまあ定義してますよとで、この解釈の参考になる判例がね、ね先ほどのごみ処理場の事件なんですけど、それによると、この3行目、処分とは行政庁の法令に基づく行為のすべてを意味するものではなく、公権力の主体である国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたその範囲を確定することが法律上認められているものを言うんですよと、で大ざっぱに言うと、ちょっと太字にしてあるんですけど、まず、公権力性ね。要は相手の同意なく 一方的に公権力側が押し付けるかどうという話でその公権力性の要件とあともう1つはこの国民の、ね、権利義務を直接まあ形成したりその範囲を、えー、確定することが法律上認められてるかどうという話なんですよ。でこの点に関しては、えー、この次のブロック見てください、えー、39年判決における今ね見たその処分性の主な要素をもうちょっとこう、えー、分析的に見ていくとこの下のメモのところですねこれ判ハン・リー・ハの解説なんですけども公権力主体要件というのと それから、権利義務形成要件、法律根拠要件、こんな感じであの3つにあの分解してるんだけど、これったらの上の判例の正しい理解なんだと思うんですよね。まあ、別にあの上の判例もこういう形で頭の中であの分かってれば、全然上の表現でもいいんだけど、まあ、一応こういう形でね、公、え、権、ー、力主体要件、権利義務形成要件、法律根拠要件という形でまあいけるんじゃないかと思います。でちなみによく受験生がね、まあ、最近少なくなってきたと思うんだけど、あの行政行為の,あの特徴ね、えー、あれと処分をあの16ページにちょっと、あの、 行政行為の特徴っていうんで、ちょっとすみませんね、行ったり来たりで申し訳ございません、ちょっと16ページ開けてもらいたいんですけど、これ、広告訴訟の対象たる処分の話じゃなくて、要は行政行為、一般の話なんですけど、2個目のブロックでね、よく行政行為の特徴としては、丸1、もう過去書きの中だけ読みますね、各、その丸1から丸4の最後のところ、要は丸1だったら外部効果性、丸2、方向果性、丸3、直接性、個別具体性、丸4、一方性なんだけど、これ別にあの広告訴訟の対象たる処分の意味で、あの、 書いいてるわけじゃないんですよ学者のの先生もも最高裁の判決もねあ,のこれはあくまでも行政行為のまあ特徴として今紹介しているもので,でこれを実際には処分あの広告訴訟の対象である処分に当たるかどうかということを判断する時にまあ参考の一つにはできるって話なの、ね、で現にあのほら例えば平成20年の先ほど取材の詩にもあったね平成30年のまあ予備試験の取材の詩にもあった、まあ、平成20年の,あの最高裁なんかは、まあ、やっぱ権利の実効的な救済の観点というのを入れてるんだけどそれってあの行政行為の特徴にはありませんからねそんなものはね。だからやっぱりその、えー判例 をちょっと基準にした場合、その行政行為の特徴とやっぱその処分のその要素っていうのは別に必ずしも一致するわけではないんだって話になるのね。あとそもそもこの行政行為の特徴自体をこれをじゃあ処分の定義なんだっていう,ふうに言ってる人は。 受験生のの答案ぐらいいですよそんなこと書いてあるの最高裁もそんなことやってないし学者の先生もそんなこと誰も言ってませんからねだから、まあ、要は受験生の答案でたまに見るだけなんですよしかも何の根拠もないでしょうね判例も学説もそんなこと言ってないわけだからねだからその程度なんでそこはちょっと気をつけてほしいなとなんで基本的にはこの判例踏まえてね、まあ、言ってほしいわけですよその平成30年の予備試験のやっぱ取材の詞からするとね10ページのところまた戻ってほしいんだけど、まあ、今令和2年の 学問の話してるけど、まあ、遡って30年の予備試験の、まあ、取材の話を見たとおりやっぱ判例で言ってほしいとでそういった時にこの39年のゴミ処理場事件っていうのは11ページの2個目のブロックの1個目のメモにある通り、まり公権力主体要件権利義務形成要件法律根拠要件って話で,でこれ理解しちゃうとまあもっともなんですよ公権力要件っていうのは公権力主体要件っていうのはその行政契約とは違って相手の合意任意な同意によわずに一方的に押し付けるっていう意味だからねそしてその、えー、権利義務形成要件っていうのはまさにさそのある行政の行為によって直接 国民の権利義務が形成されたりね、その範囲確定されたりするような話になってくるのねと同時にその法律根拠を受けたのはそういった形成の根拠になるものがやっぱちゃんと法律に従ってなければいけないんだって話になってくるんですよねだそういう点である意味当たり前のことをただ分析してるだけっていう話になってきますねでそれにプラスして20年最高裁判決が言っているようなその実効的な権利救済っていう観点からもねその処分性を検討するかどうかっていう話になってくるんだと思いますね でこれが頭の中入っているとあとは今回の問題をね今みたいにじゃあ公権力しこの今回、通知の、ね、処分今回の通知が処分に当たるということを言わなければまあいけないんだけどじゃあまず、えー、反論としてはさまあ、公権力性がないんだという話出てくると思うんだけどそこをひっくり返してさこれ公権力一方的に押し付けられてるんですって話したりとかじゃ今度権利義務要件法律要件で法律要件が多分難しいと思うの。ややっっぱそのさっきさあのささききあ1やるとに 検討した通り、大元の処分の根拠法令と全く関係ないところで、こう来てるわけじゃないですか。だから、そういう点で多分、あの法律根拠要件のところがすごく難しいと思うんだけど、今回はでもね。原告の B の立場で何とか頑張ってそこを肯定していかないといけないんで、ここがすごく大変だと思いますね。今回の問題はね。だから、なんか変に知識に頼るって言うよりも、その処分のやっぱその、えー、要素ね。そこをちょっと基本知識なんで思い出してもらってで、その事案に即して。じゃ、貢献力性のところはじゃあどうなるのかとかまあ、権利義務。このね。形成要件、権利義務の形成という点からは？どう となんでかっていったらあその今回の通知っていうのはおそらくは本件条項に基づいているものだと思うんだけど、まあ、そういったことがあることによってほら事前協議できなくなっちゃった結果開発許可を受けられなくなっちゃうからね、まあ、そういう意味では開発許可あの都市計画法上の開発許可が受けられなくなるっていうそういう多分あのその効果が出てくるから、まあ、そういう点では、えー、その直接国民の権利義務を形成しまたその範囲を確定することっていうところには当たると思うんですよね。 その条項の内容等はね。直接にはその根拠法令都市計画法からは来ませんので、まあ、そこが今回の金目な,要なんじゃないかと。私だからこの問題文分,分析してあここ難しいなと思いましたね。この特にその法律上の根拠がないところで、今回あの来ちゃってるからまあ、そこ本当に悩むなっていう感じですよね。 じゃあそんな感じで、えー、一応ちょっと私の思うことをね十二ページまあ今日は分析会なんで理屈を詰めずにねまあ現場思考でこれぐらいのこといけるでしょうぐらいの感じのことを <laughs> まああの説明していきますまあ実際はねあのこ,こ,こう今日はちょっと簡単に行こうと思うんですが十二ページのところを見てくださいまあ行政法がそれほど得意でない人でも何とかこれぐらいいけるだろうってことをこう書いてきたからねまああのさっきの処分のちゃんと要素が分かってればまあ何とかいけるんじゃないかなな話ででそこでまあ見ていくとまあ本末究極的には B の立場に立って論じることがまあ求められているのでまあ本件通知に処分性が肯定される方向でリソ する必要がまありますよと。とでもうね。中身入っちゃいましょう。この下縦位置。 まず、ね、処分の意義を出してくださいあちょっと誤職がありますけど、これあの以下で、これ、公権力主体要件ね、さっきあのは基本知識確認したけどね、公権力主体要件、それから権利義務形成要件、それから法律根拠要件に加えて、まあ、権利救済の必要性にも、皆さん言及するんだったらね、それも処分の定義出すところで、まあ、出しておいてほしいと。で、例えば2、えー、今度縦2ですけど、まあ、A 氏の反論と B の立場からのまあ立論なんですけど、例えば反論としては、これ、公権力性のところね、要は一方的に押し付けられてるかどうかって話なんですけど、まずね、多分公権力側の方はね、反論。本 本件通知は A 氏と B の合意に基づき締結された本件条項の内容を通知したものであって、まあ、A 氏が公権力の行為として一方的に強制したものではないということでほらこれで公権力主体性否定できるじゃないですかこれいけるでしょ現場で処分の定義さえ分かったらこれぐらいいけるじゃないですか思いつけるでしょこんな感じでやってほしいわけですよ分析会としてはねもう理屈を詰めずにもうとにかく基本知識からこれぐらいのことを思いついてほしいなぐらいの簡単なことしか今日はやんないからねとでこれに対してでも B の方から頑張って反論していかないといけないんだけどその立論例えばこんなのいかがでしょうか えー、立論。まあ、本文の条例により、えー、事業者は開発許可の申請に先立ち、市長との事前協議をすることが、まあ、義務付けられてますよと。でこのことから、事業者である B としては、A 氏から開発許可を受けるためね、えー、実際上 A 氏との協議が円滑に進むよう行動せざるを得ずね、えー、B は A 氏の要望を受け入れざるを得ない。というかほら、一方性だっていう方に、ガン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 頑張って持っていくわけですよ、ねえー。合権力側の方はこれ一方性がない、合意なんだって話なんだけど、これをなんとか、ね、押し付けられてるんだ、一方性があるんだ、貢献力主体性があるんだってことで、まあ、なんとか、まあ、持ってきたいわけなんですよね。 というわけで、このね、立論のところのまあ4行目あたりかな。B は A 氏の予防を受けざるを得ない立場にまあ置かれてるんですよと。このような事業者 B の立場を踏まえると、A 氏が B に対して受け入れを求めたね、本件条項は、これってやっぱり結局 A 氏から一方的にまあ強制されてるんじゃないかなってことで、え、ー 見ていきます。そして本件通知は A. 氏が B. 日本件条項の内容に従った表示行為をましたものとして。まあ結論 A. 氏が一方的に公権力の主体として、ましたんじゃないかっていうふうに、まあ言っていけばさ。まあ公権力主体要件肯定できるって話になってくるんですよね。だけど、まあこんな感じはいかがでしょうっていう、まあ提案ですね。現場思考的な、もう今日は難しいことはやりませんからね。まあなんとか基本知識からこれぐらいのことは言ってほしいなっていう。ことをね、やってます。さて、今度ですね。立て三。えー、まあ公権力性のところは、まあいいとして、今度ね、ええ、立てで。権利義務形成要件と法律根拠要件とか、権利救済要件のところを見ていきます。 反論本件通知はまず A 氏と B との間の合意に基づき締結された本件条項の内容を確認したものに過ぎず別にこの通知によって何か新しく権利が形成されたわけじゃないんですよ。もともとその条項で <laughs> その、ね、内容を決められているものを単にそれ表示してるだけに過ぎないから、まあ、そういった新たな権利義務の形成がないということで例えば権利義務形成要件を否定したりとかあとは,それはもう今回の通知って別に何か法律の根拠があってやってるわけじゃないから、まあ、そういう点であの法律の根拠要件を否定するって話ね。まあ、例えばこんな感じ現場ででいけるでしょさっきのあの 文のの要素が頭の中に入ってたらもういけるじじゃなななでですすか問題文分析して、ね、こんな感じなん感よだからもう絶対知識だけであのなんか丸暗記するとかって絶対ダメですからねちゃんと基本を頭に入れてであと問題文見て自分の頭で考えることが大事なのね今後の試験はこんな感じですよもうねでこれね問題提起したのはいいんだけどこのあとやっぱね法律根拠要件がほんと難しいこれが <laughs>。 あるっていうのが本当難しいんですよだからこれがやっぱ今回の多分金要なんじゃないかと思うんだけどねこの法律根拠要件を肯定していかないといけないんでほんと大変だと思いますでその前にね権利救済要件のところちょっともし触れる余裕があるんだったら12ページの一番 下の行のところなんですけども、まあ、本件通知に不満があるなら、まあ、本件通知の大元の根拠となる本件条項に従う義務がないことの確認訴訟によっても、B の権利救済ができるんで、まあ、別に広告訴訟でね、取り消し訴訟で <laughs> あのやんなくてもいいんじゃないかって話なんで、まあ、そういう権利救済の実効的な権利救済という観点からしても、別に無理してこの通知に処分を肯定しなくてもいいんじゃないかってね、そういう話も出てくると思いますね。まあ、これ全部書かなくてもいいと思うんだけどね、まあ、一番大事なっぱこれ、あれでしょうね、法律根拠要件のところですよね。今回、この通知自体がやっぱ、そ されているわけじゃないからやっぱその法律根拠要件のところが一番大変なんだと思いますで、この後立論のところですけども 実際上本件通知がされたことで B は条例が開発許可に先立って、えー、要求する、ね、市長との事前協議をすることができない地位にあることが、まあ、明確にされると言えるため B は本件通知により第三処分場の設置に必要な開発許可を受けられないという地位に置かれるということねこれはの、まあ、基本知識でよく判例勉強しますけどあの例えばほらあの税関庁の,さあの輸入金銭品に該当あのすることの通知を受けた場合で、まあ、2つの判例ありますけどね。実績にあの拒否 輸入の,その拒否処分構成するあの判例とその前のもう一,あのもう一つの判例でその事実上、ほらその要はて適法にその、ね、税関物を輸入することができない地に置かれるんだということでそういうところを着目した処分性構肯定した判例とかがありますけど、まあ、そういうようなところのノリでいけば、ねまあ、今回、この通知を受けることで結局、協議ができないということになっちゃって、ね、でこの市では、協議先立,ってあのし先立って協議しておかないと、まあ、あの許可を受けられない仕組みになっているから、まあ、そういう点ではこの通知によって、まあ、協議、その許可の 前提となる、ね、協議をすることができずにですね結局許可,許,可許可っていうのはもう都市計画法上の,あのものでありますから、まあ、そういった法律上のねその都市計画法上の許可を受けられなくなる、ね、そういう地位にまあ置かれるんだって話すればそれは一応あの権利義務形成要件のところはまあいけるんじゃないかなって話になってきます。これもなんか丸暗記っていうよりはその本当に基本知識をまあ駆使してまあなんか現場思考でね、まあ、なんとかやってやろうっていうね、まあ、ちょっと頭を柔らかくしてまあ考えていきましょうっていうそんな発想でありますね。 でこの後ですが、次の段落のとこですがで、この法律根拠権が本当難しいんですよね。これどうしようかなと思っ,たんで <laughs> 思ってるんですけど、いまだにねで。ちょっと見ていくと、まあ、確かに、えー、本件通知は法律に直接の根拠があるわけではないんだけど、でも頑張ってね、今回 B の立場で、あのこれある方向で持っていかないといけないんでね。まあやりますけどしょうがないからね。えー、まあ説明1で述べた通り、本件通知は本件条項を根拠とするものと言えるところ、本件条項は本文条例に適合するものと言えることや、これは説明1でも論じてるんですよね。私の構成だとね。えー、それからこの条例は都市計画法の趣旨と。 ものであることを考慮すると、実質的には処分の根拠法令等は、まあ、見ることがまあできるってことでね。なんで本件通知はその法律上の根拠があるものと入れってことで、これかなり雑ね。ここ苦しいんですよ。分かってんの。自分でもだって。本来、こんなもん。最高裁に持ってったらさ。多分、あの処分性肯定されないんじゃないかと思うぐらいの。そういうの出されてるからね。まあ、おそらくやっぱ確認訴訟とかさまあ、なんかあの広告訴訟以外のね。なんか救済手段にま行く,くんじゃないかとは思うんだけど。まあしょうがないね。今回あのここのところ頑張っていくしかないんで、まあなんとか現場志向でね。まあやっていきましょう。って話になってきますね。 でもちろんあの理屈詰めればあの、まあ、いろいろねあの重要基本判例あるじゃないですか処分制に関するね、まああいうのをいろいろ組み上げることによってもできるんだけど多分あの説問1と説問2の両方のバランスを考えたきにあんまり深いこと時間内にかけないと思うから、まあ、一応今日は本当にあの処分の,あの定義あそこから事案見たときにどういうことが思いつくのかっていうちょっと本当に現場思考的な簡単な話をしてますからね、まあ、本当は理屈詰めたらいろんな基本知識で学ぶあの処分制の判例をね結構いろんなところ使えると思うんだけど、まあ、今日はそういうんではなくてね本当に現場思考的なもうあの話だけで。 終わりにしておきますさてでこのあとね、権利救済の必要性という観点で次の段落のところですが、まあ、本件条項に従う義務がないことの確認訴訟で B が勝訴したとしてもね、まあ、A 氏が B との協議を再開する保証がないと言えるため B の権利救済の方法としてね、まあ、A 氏が B の協議を受けることができない旨の記載がある本件通知を取り消し訴訟でだね、これちょっとすみません、誤植がありますけど。 今の段落の下から2行目で、まあ、取り消す書で取り消してね、まあ、競技の再開の道をまひ、えーこうねえー、開くことだなこれもちょっとすみませんがありますね、まあ、開くことがま必要だっていう感じになってくるのかと思いますね。まあ、とにかくこれも現場思考ね、ね別に本当にこれが正しいかどうか分かりませんよ、客観的にあの最高最適な立場から見たときに、ね、これがあの正しいか分かんないんだけど、まあ、とりあえず B の立場から全力で頑張ってみましたよという話になってきますね、まあ、反論踏まえてね。 ケース法は、えー、こちら18ページでまあ一時負債履行から出てますね。えー、でこちらは。 えまずね簡単に言うと18ページの事例の一段落目を見てください、これね要は単純傷害罪の訴因で起訴されてで有罪判決を受けて判決確定したって話なんですよ、単純傷害罪、ね、数にはだから刑法204条の傷害罪です、常習傷害罪ではなくてね常習傷害罪とかの常習特殊セッというのは複数の行為が1つの常習性の発露によるものとして、まあ、全部一材実態的に一罪評価されるんだけど、まあ、とりあえずそういうあの常習罪ではなくてね全部複数の行為が常習 常習性の発露と言える限り全部一材処理がされるまあ、常習罪ではなくてとりあえずこれ普通単純な障害罪でありますでこれがその第一訴訟でのま訴員で有罪判決を受けましたとでその後その後 三段落目のところなんですけど、またこれ同じ被告人が起訴されたんだけど、これもまあやっぱりその単純障害罪なんですよ。だからソインとソインまあ見たときに、まあ別に単純障害罪同士なんで、まあこれ実態的にはあの刑法の勉強であのすれば分かる通り、別にこれ常習一罪になるわけじゃないから、じゃあこの複数の障害どんなのかっつったら、あこれはあの併合罪の関係にあるんですよね。だからそういう点ではあのまあ併合罪関係にある場合というのは基本的に全その判決の効力が誤訴にね、今や一時不採りこあの及ぶ及ぶって話にはならないから、まあそういう点では特段もご粗のところは問題がない。 はずなんだけどこれをね今回弁護人その誤そのね、えー、事件の弁護人がこれ事例の最後の段落のとこなんですけどこの最後の2のね、まあ、起訴事件っていうのは実はもうすでに1で有罪判決を受けた。 障害の事件とね、これ、常習傷害罪で包括実罪になるんだって話で、一時不再利用が及ぶんだと、だからこれ、実態審理しちゃいけなくて、まあ、すぐに免訴判決で、これ、事件終わりにすべきだっていうね、まあ、そういう主張をしてるんですよね。で、これって、なんか一見すると、平成、あのこれ、基本判例になるんですけど、あの平成15年に、常習特殊窃盗罪の事案で、これと同じようなあの判例があ,あ,のありましてね、同じことがの争点になったんですよ、それ23ページのところにあのつけておきました、まあ、私の矢島促進講座のテキストからね、これつけて。 るんでですよでちょっとこれインプットの授業じゃないからねちょっとあの内容割愛ですけどあの最高裁の立場っていうのはじゃこの前訴の訴因と後訴の訴因これね比べて、えー、じゃあこれ実態上一罪にあるかどうかっていうのはどこを基準にまあ見るのかって言ったら、まあ、その当事者主義ですから、まあ、今のね日本の刑事訴訟法の制度っていうのは当事者主義ですからまずは当事者たる検察官が設定した訴因ね、まあ、その訴因をまあ見てまあいきましょうとだからゆえにまあ前訴の訴因がもう単純例えば窃盗罪とか単純傷害罪そして後訴の訴因も例えば単純窃盗罪とかその単純 障害罪であれば、まあ基本的にはうい以外のところも立ち行って、あの裁判所は踏み込んでね。当事者主義ですから、当事者尊重して、えー、踏み込んで判断しませんから。まあ単純単純罪増値だとさ、ここ普通に別に一罪関係にならないから。まあ後その方に対して、別に一時不採行というのは及ばないことに、今なっていくんですよね。ただ例外で、この最高裁十五年判例ね。まあ一応その素因の中に、例えば前その素因、あるいは後訴の素因の中のどっちかがね。例えば常習罪で起訴されている場合っていうのは、一応裁判所としては、それが一罪関係。前その素因と後その素因が、まあ一罪関係になるかどうかってことを一応。 ほらこうあの判断する。取っ掛かりができてくるじゃないですか。景気ができるでしょ。そういう時はちょっとこう。総員外の事実にまあ、立ち入ってまあ、判断するんだと、維持財関係にある時にねっていうことをまあ言ってるんですよ。で、そういう目で見た時に今回の事案をあのまあ、常習障害罪と常習特殊窃盗罪かどうかっていう話はちょっと置いといてね。要は単純単純罪。 の2つのつで起訴された時にじゃあ5祖に、えー、その一重再陸が及ぶかどうかっていう形でちょ,ちょ,ちょっと抽象化するとまあ15年判例の理屈そのまま使って処理しても全然 OK なんですよでおそらくあの今年あ令和2年のこの試験本当に受けてきた予備試験の受験生っていうのは多分あのそんな感じで15年判例を参考にね多分あの書いてきたんじゃないかっていうふうには思うんですよね。ただあの これ実はねさすがに予備試験の問題でさこんな話だけで終わりにするわけないじゃないですかだからあのこれで話が終わらないはずなんですよね、普通考えてこんな1個しか論点がない中でこんな15年判決そのまま書いてあの終わりになるわけないからもっと深い問題があるんだろうって話になるんでその話をこれから最後して終わりにします。でそのの点に関しまししままてては、えー、ちょっととペーージ遡りころですね まずね合格点を獲得するためのポイントって話なんですけど、まあ、ちょっと時間がないんでここをあの読むの割愛ですがあの、まあ、基本的に15年判例の通りに多分書いた人が多かったと思うんだけどそれで合格答案としてはあの十分なんだと思いますあのこの試験を、ね、受けた段階ではそれほどここを深い勉強していた人はいないと思うので、まあ、おそらく15年判例、まあ、窃盗と障害とで本当は違うんだけど、まあ、多分あの通りやっちゃってくれててもよかったんじゃないかと思いますね。ねだけど実はこれ 予備試験の問題が論点1個しかないときにねあのそんな判例貼り付けて終わりなんて問題絶対出るわけないんですよ、さすがにね。<laughs> なんで、実はこれもっと本当は深い議論があって、まあ、20ページのところになりますね。えー、で1回これ出ちゃうとね今後あのー 今度例えば司法試験なんかでこれネタにされたときは当然あのもっと深くなってくるから、まあ、予備試験受かった後のことを考えたりとかねあと今日まあ司法試験の受験生も来られてると,と思うんで、まあ、あのこの司法試験対策にねちょっとこう頑張ってほしいかなっていう形でちょっと簡単に説明していきますねちなみにねあのちょっと科目違うんですけど例えば予備試験でなんか出るじゃないですかある論点がそれをそのまま次に実施された司法試験で出るってこともあるんですよだから同じ論点を受けることになるの予備試験受かった人がね例えばあの商法だったら平成30年に予備試験の方で会社商法の の科目なんだけどあの要はかぶる指定案件の話が出たんですよ303条の議題追加請求権と305条の議案の要領通知請求権が30年の予備試験の商法の科目で出たんだけどそれが令和元年の司法試験でそれ膨らましてもっと深い問題出してるんだよねだからそういう点であのこれ、まあ、今回予備試験令和2年であの一汁再利口出たんだけどさまあ科目は違いますけどもしかしたらこれ司法試験の方でね出る可能性もまあ否定はできないってことでねで出るときは恐ろしいですよ相当深い問題になってくるからね同じ論点が今度次出るときは大変なんですよ なんでま今後のちょっとこう対応するためにね。少し勉強していきましょう。という話になりますね。じゃあ、この点に関してはちょっと20ページの。 ところなんですがまあ、2段落目まずっていうところを見てください。ちょっとまあ基本の確認なんですが、まずね、最高裁の15年、えー、平成15年の10月7日の判例はですね、<laughs> 一時負債履行は構想事実の単一性が認められる範囲の事実に及ぶとの立場を前提に、前祖の素因と後祖の蘇因との間の構想事実の単一性についての判断は、基本的には前祖後層のね、各素因のみを基準として、これらを比較検討することにより行うのが相当。としつつも、まあ、素因自体において、一般 一方の単純窃盗罪が他方の常習窃盗罪と実体的に1罪を構成するかどうかにつき検討すべき経費が、ねまあ、存在する場合要はだから前層の素因かまたは後層の素因が常習罪の素因になっている場合なんだと思うんですけどね。まあ、そういうい時は えー、景気が存在する場合は、えー、単純窃盗罪が常習性の発露として行われたか否かについて、付随的に新証形成し、まあ、それでね、両訴院間の公数実の単一性の判断すべきだという話になってくるんですよね。で仮にこれ、一罪の関係にあるなんてなったら、それは誤はあの方は普通に一時不再利行に抵触することになるから、まあ、実態診療しないで、免訴判決でもう終わりにするって話になってくるんですけどね、まあ、それが15年のまあ最高裁って話に今なってきますね。ここのの判判例実はあの批判がありましててち、まあ、ちょょっっととれ長いから読むのやめ 例えばあの一時不再離行が及ぶ範囲ってよくさあの、まあ、一時不再離行の根拠っていうこ二重の危険の禁止だっていうでしょでその二重の危険の禁止って趣旨から考えたときにじゃあ一時不再離行が及ぶ客観的な範囲っていうのはじゃあどうなのかっていうとさ、まあ、前訴で、まあ、要は訴因変更されるっていうあの範囲でね、まあ、その処罰される危険に置かれていたんだってことになるんで結局一時不再離行が及ぶ範囲っていうのはその訴、えー、因変更ができる範囲すなわち、えー、その構想事実のね同一性が及ぶ範囲なんだって話になってくるんですよね。でこういうい形で、まあ、要は一材関係にあるか,どうかってこと 見るきにその構想事実の同一性っていうのは構想事実の単一性っていう問題でより具体化されるわけなんですけども結局その単一性がある範囲で素因変更のね、まあ、危険をまあ前奏の段階で受けていたからだからその範囲でその一時不在理工を高の方にまあ及ぼしていきましょうっていう話。 にななななってくるわけんんででですすよよそこはまあ基本的な理解なんですよねでも実はねここもっと深く考えていくと例えば今回の最高裁の15年判例の事案のように前訴の訴因単純窃盗罪で後訴の訴因もじゃあ単純窃盗罪だとするじゃないですかだけど訴因変更の可能性を考えた時にじゃ例えばまだ前訴が継続してるとしますよ。でもその時に将来後訴で起訴されるであろう窃盗行為も実は前訴の段階でそれをああの常習 特殊窃盗罪として、実は素因の中に入れるってことは可能なんですよ。そういう変更可能ね。構想率の統一性がある単位制があることね。だから、実はあの単純窃盗単純窃盗あるいはまあ単純障害単純障害で規制さ起訴されていたとしても、その前奏の単純罪の素因が審理されている段階で、後で起訴されるであろう、えー、そのね、えー、別の行為。もう。実はあのその常習。 窃盗罪とかね、常習、障害罪とかで、実は素因変更されて、素因の中に取り込まれていく可能性があったっていう話になってくるんですよね。なので、そういう分析の仕方をしていくと、実はこの最高裁の、あの、考え方って、実はまずいって話になってくるんですよ。なので、学者の先生は、そういうこと言ってんだね。なんで、この最高裁の実は規範っていうのは、あの、万能ではなくて。実は素因変更の可能性、要は、一時最高の根拠を、その二重の危険の禁止っていうところに持ってきて、で、その二重の危険の禁止っていうのがじゃ、素因変更が及ぶ範囲で。受けてたんだって話になった場合ね。その場合、実はもう、単純窃盗罪、単純窃盗罪、あるいは単純。 障害罪単純障害罪の素因であるときでも、まあ、やはりその素因変更の恐れがあって、二重の危険というのがあったんだって話になってくるんですよね、そうなると、この最高裁の15年判例の理屈というのがまあ使えないことになってくるんで、新たにそれを考えていかなければいけないんだって話になってくるんですよ、でそこで、えー、提唱されたのが、一時負債履行の根拠をちょっともうちょっと深く考えていくんですね、でそれがそこだけ確認すると、えー、20ページの、えー、ところなんですけれども、 え20ページのね、下から数えて、1234567、78行目、ちょっと線引いてあるところですね。一時不再利口については、二重基礎の禁止と同様、これちょっと一般的な趣旨と違うんですけど、こう考えてることの話なんですよ。妥当な結論を図るためにね。なんで、一時不再利工については二重基礎の禁止と同様これちょっと一般的な趣旨と違うんですけどこう考えてることの話なんですよ妥当な結論を図るためにねなんで一時不再利については二重基礎の禁止と同様重複審理や重複判決の禁止という裁判所の視点に立ったまあ見方として、同一の刑罰権の対象として、一つの手続きで審理すべき事実、 の範囲はどこここまでかあそういういとととををね問題とすることを基本としてでこれを被告人の側から捉えたものがそれが二重の危険の禁止なんだということでこれであの一般的な話にまあつなげていくんですよ。でもいきなりその被告人の立場から二重の危険の禁止って話で持ってくるんじゃなくてまずあの重複基礎の禁止っていう趣旨からまあ見てくるわけなのね。でそのじゃあ 重複基礎の禁止っていうのはじゃあどういうルールでされるのかっていうとその例えば皆さんちょっと自分で考えてほしいんだけど実態的に一材関係にあるようなものをさそれが検察官が恣意的にねよしあいつにはものすごい重い処罰をさせてやろうってことでさじゃあ例えば4つの障害行為を本来、えー、まあ常習一材で常習常習障害であの一材で処理されるはずなのに4つの障害行為を全部分断して全部起訴するとかさそんなの絶対許されるわけないじゃないですかなので、えー、結局ですね、えー、その重複基礎の禁止の趣旨っていうのをまあ、どこでまあ見ていくのかっていうのはやっぱその。 複数の行為を分断して、しかも同時に両方起訴することができるのか、その犯罪の性質から、ま両方を同時に起訴することが許されるのかどうかという観点からま見ていきましょうって話になってくるんですよね。で、そういう観点から見たときに、ちょっとここからが本題なんですけど、あの窃盗の事案と実は障害の事案とで両方 この基礎できるかできないかっていうことに関して、随分考え方があの変わってくるんですね。で、これはちょっとあのもう知らないとしょうがないことなんだけど、窃盗の場合は単純窃盗罪の法定刑っていうのは刑法235条によりますと。とまあ、選択権であの罰金刑もあるんですけど、懲役は10年以下。 の懲役で、で罰金刑はあのまたはってことで、まあ五十万以下の罰金になってますよね。で、これが常習特殊セットになると、ものすごく重くて。要はね、あの単純セットを併合罪で1.5倍にされるよりも、もっとすごく重くなっちゃうんですよ。まず選択形で罰金刑がなくなると、常習特殊セットはね。でさらに、その法定刑の上限が20年になっちゃうの。だから、併合罪で1.5倍で、やれるよりも。実は、あのど、常習特殊セットですごく、まあ重いことになっちゃうんですよ。で、そういう面で考えていくと、まあ検察官が例えば恣意的にさ、じゃあ二つの窃盗行為を、まあ。 単純セットで分断し、本当は神様ので見たときに常習一罪として本当は一罪構成してるんだけど、だけど検察官がそれを単純セット単純セットで前奏こそバラバラでやられたとしても被告人の不利益にならないんですよね。あの常習セットでマックス20年でやられるよりもね。でしかもあの場合によっては単純セットでやられた場合ってほらあの洗濯機で罰金刑が あのあ今、障害の話になっちゃったけどあのあの、えー、と窃盗罪ね、ね単純窃盗でやられた方があが選択権で罰金権で済む時もありますので、まあ、そういう点では被告人に有利なんでそういう点で考えてくると、まあ、あまり深いことを考えなくても実はあのこの判例の結論でも窃盗の事案だったら OK だったんですよだけどこれが障害の事案になるとちょっと問題文に、ね、法定刑が書いてありましたで法定刑見ていくとなんと常習特殊傷害罪ってすごく法定刑軽いんですよ。あの常習セットみたいにいにきなり2倍なんないの長期がが問題文が えーとですね、こちらページで言いますと,、えー、と先ほどのところですね、えー、と18ページの一番下にこれ法定刑書いてあるんですけど常習障害罪のマックスって、ね、単純傷害罪と同じなんですよね加減はちょっと重くなっちゃうんですけど1年以上ってことになるんでちょっと単純傷害と比べると法定刑、えー、重いんだけどでもマックス15年以下の懲役でここ一緒なんですよって考えるとこれ、えー、分断して両方起訴することが許されるべきか 許すべきか許す許さざるべきかってことを考えたときにこれはやっぱ一罪神様の目で見たときにこれ傷害行為が一罪構成するんだったらこれやっぱ常習障害で処理してあげなければいけないっていうそういう事案になってくるんですよね窃盗と違ってね窃盗の場合はむしろその神様の見た見た目で見た時は本当は一罪関係にあるんだけど、まあ、分断してやられた方が被告人に有利な時があるから、まあ、例えばその二重の,あの危険の禁止っていう趣旨をさあのちょっとこう広くまあ考えてきたさ、まあ、被告人で不利益にならないから、まあ、最高裁の15年判例みたいな処理の仕方もしてもよかった なのかもしれないんだけど特にこの障害のまあ事案だとね神様,の、まあ、あの神様の目で見た時に逸材になるような関係のものをこれ単純セットを単純セットで起訴するわけにいかないからやっぱそこは神様の目で,目で見て、えー、やはりこのね2つのこの前その素因と後その素因 の2つの障害行為を見て、まあ、これが実態を一大にあるんだったらこれはやはり、えーこれね、包括あのこれ一大関係にあるんだということで判断してあげて護送、まあ、は普通に免訴判決をしてあげなければいけないんじゃないかなという話なんですよね。<laughs> というわけで結論、あの判例はそソインとソイン単純に比べれるって話なんだけどやっぱその窃盗と障害の事案みたいにこう、えー、法定刑の関係が違うような時にうまい説明ができなくなっちゃうんでやっぱちょっと判例のリフスクは弱いという話になってきますね。でそこでじゃあどういうい ことが最終的なな一時不再利口が及ぶ基準になるかっ,て言ったら複数の行為を分断してでしかもその両方全部ね起訴することが許されるか許されないかその犯罪の性質ごとにまあ考えていきましょうという話になってくるんですよね。まあ、今、だから実はそういう議論がまあされているところであるんだけどまあこの試験を受ける段階ではあのそこまでのことを考えている人はまあそんなにはいなかったと思うんでねあれこういう話ね結構知っている受験生はねあのロースクールで結構勉強している受験生でこういう話は知っているんだけどこの多分ねこの事案の処理に使いこなせなかった可能性あるんですよ。あそういうい話はど っていう話でね、私も実はこの今ここで喋ってる直前にあの私のちょっとお手伝いあのこの現場でねいろいろレジュメ配ったりとかしてくれるお手伝いしてくれてるあの人がいるんですけど受験生とねでちょっと話したらやっぱこの話は知ってたんですよ今日こういう話しようと思ってるんだけど知ってるって言ったら知ってるっていうから <laughs> 知ってたんだけどでも多分ね答案にはできなかったんじゃないかなっていうね、まあ、そういう話なんですよねというわけでね、まあ、以上です、えー、じゃあこんな感じで,、えー、で最後ちょっとまとめておきますと、まあ、最近の予備試験は非常にあの頭を使う問題があの頭を使わせる問題が増えてきましてで司法試験の質と非常に似てるとなので まあ予備試験の受験生もまあ最近の司法試験の各問なんかはしっかり分析していただけますとね、まあ、あのその必要な予備試験合格に必要なまあ法的思考能力がつくと思います。あとは最後、やっぱり一番大事なのはえやっぱ基本知識だというところになりますね。まあ、いくらそのねなんか他人の回答例あるいは過去に自分が書いた回答例を覚えてもですね毎年毎年そういう貼り付けができないようにするために試験コ員があが取材形式を工夫して変えてきてますのでまあそういう問題は対応できませんのでね、まあ、やはりその基本知識をちゃんと理解してまあ記憶すべきか記憶してで最後は問題文 見てねで何をまあどの順番で書くのかってことを毎回自分で考えるってことが非常に大事になってくるんだって話になってきますねじゃあ以上ですではじゃあ今後ね皆さん勉強頑張っててくださいお疲れ様でした